今回はコペンにぴったりのサンシェード発見。今日は、2023年の7月25日、沖縄県の気温は35度、めちゃくちゃ暑いです。で、少し前に、傘型の車用のサンシェードを、僕が発見して、それを、まず L を買ったらでかすぎて、まあ、それはちょっと今キャンカンに使っています。その販売されている最小サイズの S を購入したら、これも全然コペンにはでかすぎて、でそれは、ママのシエンタに使用しています。もっと小さいコペンサイズのサンシェードがないのかなと思って、いろいろ調べたんですけど、見つかりません。というのも、まあ、そもそも論なんですけど、あの傘タイプってすごく簡単かつすごいコンパクトになるので、使い勝手はものすごくいいんですけど、そもそもこの車内でパッとこう開けなきゃいけないってなった時に、このコペンのこの狭い空間ではこう開けるスペースがまずないので、コペン用のあの傘タイプのやつはもう多分存在しないと思います。作ればいいのにとか僕思ってたんですけど、作ったところでこのコペンの狭い車内でバッとこう開けてこうやるっていうこと自体が、あんまりその現実的ではないので、そう考えると、まあ、作らないんだろうなっていうふうに思いました。で、その動画に、コメントをくださった方で、まあ、コペンに乗られている方で、あの傘タイプじゃないんですけど、私はこれを使っていて、ものすごいぴったりで最高ですっていうようなコメントをいただきました。ありがとうございます。で、まあ、傘タイプじゃなくてももうそのタイプを買うしかないんだなと思って、Amazon で購入しました。それがこちら、じゃじゃーん。あっという間に小さく定めるフロントウィンドウ用コンパクトサンシェード、S。 まさにこれをちょっと、買ってみました。もう今からちょっと開けます。これまだ使ってないんですけど、おお、すごい、超コンパクトで軽い。これなんか、これすごい、実はこれでかいんで、これでかいだろうと思ってたんですけど、出したらめっちゃちっちゃいですね。めっちゃちっちゃくて軽い。これは良さそうですね。これで、そうでしょ。あ、はい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 。あ、これですね。これちょっと今からちょっとはめてみたいと思います。はい、1秒2秒ではめました。で実際に見てみたいと思います。はい、中から見るとこんな感じなんですけど、これちょっとこう柔らかい針金みたいな感じになっているので、ちょっとこういう僕の場合こういうアクセサリーがあってはめるのめんどくさいなと思ってたんですけど、結構こういう風にこう融通が効くというか、自在にこうできるので、外すのもこうほらこんな感じではめましょうって言って、こう、こうあれ、今ちょっと片手だからあれなんですけど、こうやってはまって、あ、これめっちゃいいっすね。めちゃくちゃいいです。わー、これはいいっすね。で外す時も簡単。これちょっと一応、これ、はい、サイズが 130×55cm って書いてたんで、これ僕の、傘タイプの、S サイズと似たサイズなので、やばいかなって、あれこれ大丈夫かなってちょっと不安だったんですけど、これ全然こう、針金、柔らかい針金タイプなんで、ね、全然こうね、ここを重なってますし、でこうパッと、
これいいっすね。これめちゃくちゃいい。はい。でこれちょっと畳むのがこうなってて、こうまず2つに折って、これをこうですね。こう。これでちっちゃくなりました。うん。で、待てよ。あれ、待てよ。こうやって、端と端を持って、端と端を持って、こうですね。これ結構ね、頭が硬い人できないんですよ。僕もできなかったんですけど、このタイプの、なんか、簡易テントみたいなの持ってるんで、できました。慣れてるんで。うん、で、こうですね。で、これを、このまんま、端っこに入れる。あれ？これちょっとでかいな。違うな。あれ？ちょっと違うな。ちょっと練習します。はい、ちょっとコペンの中が暑いので、キャンピングカーの中に、避難してきました。ちょっと今自宅に止めてあるコペンの中で撮影してたので、アイドリングでマフラー音がすごいうるさいので、ちょっともうこれ以上ちょっと。アイドリングはできないなと思ってキャンカーに来ました。でちょっと続きなんですけど、これですね。これがまず、この状態で、この状態で使用して、片付けるときはこれをまず2つに折ると。2つに折ったら今度はこの端と端を持ってこう丸めるんです。これです。これがね、多分できない人できないんですよ。できない人はできない。僕は本当さっきも言ったんですけど、テントで、簡易テントで このタイプのやつがあって、それで慣れてるんですけど、それ結構時間かかりました。で、ここにちゃんとこうなんか、例えばこの端と端を持ってひねるようにして丸くするっていう、こう書いてあるんですけど、これ動画じゃなくてもう静止画なんで全然伝わらなくて、どうやのみたいな感じだったんですけど、まあ僕はちょっと慣れてて、はい、こんなすぐちっちゃく、これ簡単、やべ、ちょっとね練習が必要だと思うんですけど、1日っていうか本当何分かで覚えます。こう端と端を持ってグッとこうやるとこう丸くなるっていうね。これがはい意外と難しかったりするんですけど、まあまあこれでこの付属のゴムをつければ終わり。これで終わりで、一応まあここにこの入れ物みたいなのもついてきてるので、この入れ物に入れちゃえば、ね、はい、こんな感じですね。こんな感じでこれを、車のサイドに入れると。はい、収納はこんな感じですね。こういう感じで収納できました。これすごく良さそうですね。これ良さそうというか、もうコペンはもうこれですね。これ一択。はい、これ一択でございます。